毎日20時さぬきうどんのお時間です。ということで薬タウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計503店舗目のお店となります。ということで今日向かっているのは香川県善通寺市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は金蔵寺駅で 1.2 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては花屋食堂さんであったり七夜原田店さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は釜揚げうどん永田院かのかさんの方へ向かっていっております。それでは永田院かのかさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.98 点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。営業時間は9時から15時頃までで麺切れ次第終了。定休日は毎週水曜木曜で、祝日の場合は営業されてます。車の場合最寄りが電通寺インターで、駐車場は約160台分あります。おすすめは釜揚げうどんです。行列必至な釜揚げうどんの超有名店。小大特大は丼で出てきて、4.5 玉以上ならたらいで出ます。店名のかのかっていうのは香川の香りっていう意味で付けられたみたいです。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。まだまだ行けますよね。まだまだ行けます。俺さ、おっちゃんなるの2人は、はい、もうちょっとこれ終わったら帰るから、ああ、あと2、3軒行けるって言ってるから嘘でしょ。ちょっと付き合ったけど、ね、ちょっと待って、もう僕も今日の動画の編集できてないのにはい、ありがとうございます。おお、みんな釜揚げだよね。みんなもう一周。釜揚げです。これがね、入れるのが難しいんですよ。ちょっと難しい。僕も慣れない。この時間でこんな入っとるっていうのがもうね、人気っていうの分かりますよね。そうそうそう、みんなでシェアするときお得なんですよね。おるんじゃないですか。たらい。これがお茶用ですかね。一緒でしたっけ、お茶とだし。あ、ほんまですか。あ、確かになるほどなるほど。かのかって書いてもかっこいいですよね。美味しい。店内はこんな感じになってます。カウンター席、テーブル席で構成されています。平日だったんですけど、やっぱりめちゃくちゃ混んでました。廊下を渡っていくと、こちら中庭でも食事することができて、さらに奥の部屋にもテーブル席が並んでいます。いいんだよ、熱々がいいんだから。これちょっと、それがね、難しいんですよね。難しいよ。机の。俺今何考えてみてる？何言ってる？こぼせこぼせこぼせ。
しい。うん、生めかしいよね。それではいただきます。麺は釜揚げ特有の表面がふわっとしていて、噛めば中はもちっとした食感がある優しくいただける中太麺でした。茹でたお湯から小麦の香りが香ってくるんですよね。この小麦感と麺の美味しさを両方感じられるうどんだなって思います。だしはいりこの濃い芳醇な味です。これ辛いんじゃなくて濃いんですよね。だからなんかこうずっと飲んでられるような出汁です。個人的になんですが、普段僕うどんにあんまり生姜って入れないんですけど、ここの出汁は生姜とかネギ入れたらよりこのいりこの出汁が引き立つような感じがして好きで入れています。時間が経ってくると麺が茹で汁を吸ってきてちょっとごわっとしてくるので、釜揚げはやっぱり早く食べるのがおすすめです。いりこがガツンと効いてる出汁に途中でこの茹で汁の小麦感がうどん入れる時に混ざってくるのもまたそれはそれで美味しくなるんですよね。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。そして今回同行させていただいているおっちゃんねるさんの動画もYouTube 上がっておりますので、下の概要欄にリンクの方貼っております。ぜひそちらからご視聴ください。それでは最後の一口いただきます。正直出汁を美味しいんで本当に途中で飲み干すこともあるんですけど、100円で追加出汁できるので安心してください。あとお持ち帰り用のもあるので気に入った方は購入して帰るのもいいと思います。釜揚げを生産の方で食べたくなったら永田院かのかさんに行けば間違いないと思いますので、ぜひ訪れてみてください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。じゃあこの後わらやに頑張った。釜揚げや、しかも東の釜揚げごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ところで今日の昼飯はどこ行く。ところで今日の昼飯は何食う。ここらじゃ昼飯こらしかねえでしょ。うどん食いに行こう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 。